ちゃんは今3年ちょっと台湾に住んでいる日本人でございますね。じゃあ私がちょっとそういう日本人の女の子に聞きたいのが、台湾人男性と日本人男性の違いを教えてください。ただその残念ながら私の旦那さんがですね、あの全然気がつかないし、家事もやらないし、あのレディーファーストじゃないし、甘い言葉とかも言わないし。確かによく聞く台湾人男性ではないよね。でも多分旦那さんみたいな男性も絶対いるはいるよね。いるはいる、あのだから旦那さんはどっちかっていうと理系で、そうもうめっちゃ勉強とかはできるし、もう仕事とかもエンジニアですごいできるんだけど、それ以外のことがマジで全くできないっていう。うん、そう。多分見てる人もそういう人いっぱいいると思う。けど私たち日本人女が台湾に来て思うザ台湾人男とは違うよね。そうですね、やっぱり日本人の男性って、まあ、今は時代の変化で結構家事とかやる人たちも増えてるけど、やっぱりなんか女性、女の子が料理できないっていうとちょっと惹かれるっていう雰囲気あるんですよ。あるある。女の子は料理上手で当たり前っていう。あるある。だってさ、コンパとか行ってさ、なんか料理とかするとかさ、いつも普段どうやってご飯食べてるのとか絶対そういう会話になるし、女の子ももし料理できなくても言わないよね。私料理全然できないとかね。あ、ちょっと待って、でも私ダメだ、もう今忘れちゃった。日本でどうだったか。日本でどうだっけ。でもさ、そうだよね、コンパとか行ったらちょっとアピールだよね。あ、私はしてないけど、普通の女の子たちはちょっと家庭的アピールとか、なんか料理、趣味は料理ですっていうと結構あざといってなるかもしれない。あ、他の女がね。でも男はああいいねって思うでしょ。おお、いいね。あ、だから日本人の男の人は女の人が家庭的であることを望むし、料理ができることを望むね。で、男は家事をあまりやらないと。そう、はい。でも台湾は、台湾で別に料理できないって言っても普通だし、普通だよね。てかできない人ばかりじゃない。私まず料理ができる台湾の女の人、若い女の子会ったことない。私も会ったことない、ね。なんか私たちさ、普通に料理するじゃん、でめぐちゃんもちろん旦那さんの料理もするし、まあ、私は一人暮らしだけど、もう台湾来て長いから、もう日本の料理がやっぱり美味しいし、外で食べてもなんかあんまり美味しくなかったりとか、まあ、あと最近高い、台湾料理も高いから、自分で作った方が高いんだけど、もちろんでもやっぱ安い時もあるっていうか、自分で作った方がね、自分で作った方が美味しいし、でそうするとめっちゃみんなに驚かれるだけど、日本では別に驚かれないじゃん。でも、日本で逆に毎日外食ですって言ったらえってなって、ああそっちの方が引くかもね、確かに。でも最低限のことはみんなしてましたよね、なんかうどん茹でたりとか、すごいもうガチの料理じゃなくて、焼きそば作ったりとか、切って炒めるだけとか。だから私も大学の時もほぼ毎日遊んでたし、バイトしてたし、外で食べることも多かったし、買ってくることも多かった、そんな私でもできた、料理が、まあ、それはやっぱ小学校中学校の時とかもやるしね、家庭科の授業とかで、やるね。まあ私も別にまあいいんで、 やってもらわなくても、やってもらいたいと思ってないからいいんですけど、ただその私が体調悪い時、熱出した時とかは最低限のことをやってほしい。ちょっと待って、元々の質問は日本人男性と台湾人男性の違いを聞きたかったんだけど、ちょっと今旦那の口が始まったかな。だって普通の台湾人男性は多分もう優しい人多いじゃん、基本優しいじゃん。優しいね。作れないです、おかゆ作ってもらおうと思ったんで、おかゆ炊飯器でさ、炊飯器だったらできるでしょ。はいはい、炊飯器にモードがあるよね、おかゆモードみたいな。お酒じゃん、はいはいはい、水入れてね、水入れてお酒じゃん、書いてあるよね、おかゆ書いてある、書いてある。なんかできないっていうから、もう教えるのもちょっと面倒くさくないですか。まず旦那さんはお湯沸かせるんだっけ。お湯沸かせるようになりました。あ、なりました。結婚する前はお湯も沸かせられなかった。今は大丈夫。でも炊飯器のボタンも押せないんだよね、もともと炊飯器使ったことないんだよね。わからないんだよね、米と研ぎ方がまずわからないんだよね。研ぐっていうのもわからない、わからないんだよね。オッケーオッケー。で、おかゆも作れない。はい。え、でも
も具合悪い時にさ、じゃあなんか買ってきてくれたりとか。買ってきてって言ったら、うん、買ってきてくれる。買ってくる。うん、言えば分かる。言えばね。うん、間違えずに買ってくる。間違える時もあるけど。間違える時もある。ああ、面白いね。じゃあ、なんか、他やばいとこは、じゃあちょっともう旦那さんのやばいとこ聞こうか。ね、あ、じゃあ、わかった。日本人の男だったら絶対ないのに、自分の台湾人の旦那はやる変なとこ。もしかしたら変な、うん、変なことじゃないかもしれないけど、うん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 、付き合ってる時に、うんうん、私が深夜便で到着した時があって、桃園空港に。深夜の1時ぐらいだったかな、はいはいはい。で、まあ電車もないから、まあ、旦那がまあタクシーでね迎えに来てくれたんだけど、それはいいんですけど、うん、あのお腹が空いてると思ってって言って、うんうん、ルーウェイを買ってきたの。それもいいんだ。それもいいんだけど、台湾人だな。器がない。ビニール袋でスープでポンと渡されて、どうやって食べるの？ああ、ルーウェイ、そっか。まあ持ち帰りってたらビニール袋か。まあそっか。え、でなんか箸とか用事とか。箸とかはあるけど、多分今は普通なんだけど、当時はこのビニール袋、え、なるほどね、まだ住んでないし、そっかそっか、ちょっとね、その感覚忘れちゃってるね、うん、もうちょっと台湾人になっちゃってて忘れてたわ、うん、そっか、普通はそうか、夜食って言ったらなんか肉まんとか手でこう簡単に食べられるパンとかね、うん、なのにルーウェイをバンと渡されて、じゃあ箸みたいな、え、袋をどうやって食べるみたいな、あ、しかもめっちゃ熱いんだけどみたいな。あ、それってどうなんだろう、普通の台湾人やるのかな、どうなんだろうね。結構友達に聞いたら、うん、単純結構やるって、単純の友達的には普通、夜食にルーウェイ普通、あ、夜食にルーウェイは普通だよ、それは普通だよ、うん、それは普通よ、でも袋で持ってくるかどうか、それは違う、空港に持ってくかどうかだ。いや、袋も普通だから、家に行くんだったら全然普通だよ。あ、空港に迎えに行くんだよ、うん、どうなんですか皆さん、普通ですか空港に。確かにね、まあでもまだね、台湾に住んでないめぐちゃん的にはなんだこいつみたいな、食べましたよ、全部食べましたよ、これが買ってきてくれたので、ちょっと食べにくいなと思って、袋こう開けてなかったみたいな。確かにね、違う、もうダメだ、旦那さん普通じゃないから、ちょっと普通の台湾人の話は聞けないね、別にわからない、普通の台湾人は。めぐちゃんみたいに台湾人男性と結婚してる人って、なんかやっぱあんま台湾人っぽくない男の人と結婚してる人も多いよね、うん、なんか2種類じゃない、で1個はめっちゃ台湾人って人と結婚した日本人と、うん、あとはもう1個はやっぱり日本語が喋れるとか、うん、日本が好き、日本文化に詳しい、だからちょっとあんまり台湾人っぽくない、うん、ちょっと日本人っぽい人とか、そういう旦那さんも結構いるよね、多分周りにね、うんうん、いると思います、うんうんうん、で、まあ、めぐちゃんとこの旦那さんはどっちでもないよね、すっごい台湾人って感じでもないし、別に日本人って感じでもないし、うん、ただの変人。どっちでもないの、確かに。ただの変人。ただの変人。だって本当にすごい。そうだからめっちゃ、すっごいいい日本人妻だと思う。多分台湾人の奥さんだったら無理だと思う、彼。じゃないかって台湾人の女の人が要求する、うん、これやった、あれやったとかいう気がしないじゃん。無理無理無理。でしょ、うん、だからめぐちゃんが、その多分めっちゃ日本人って感じ。その、海外しく旦那さんの世話する、うん。もう家事も全部やってあげるし、もう全部全部やってあげるじゃん。うん、まあご飯とか洗濯とか掃除は当たり前だけど、もう全部面倒見てあげてるから。そうそう、で、しかもなんか我慢する。我慢できるじゃん。我々日本人女子の方がさ、絶対台湾人とか韓国人とかダールーの人たちよりも我慢すると思うんだよね、うん。我慢できるっていうか、そんなすぐ怒んないし、すぐ別に切れないじゃん。なんかもうなんでやってくんないのとかないじゃん。だから彼は結婚できたと思う。いや本当にめぐちゃんしか結婚できない。日本人の女子の中でもまた特殊だから、結婚できてると思うし、なんかすごいやっぱり世話をしてあげる、うんうん、普通の日本人の女の人以上にそういう優しい、世話してあげる優しさがあると思う。そうなのかな、うん、だって私無理だもん、かんない、私無理だもん私無理だもん、なんかご飯も炊けない男無理だもん私が具合悪い時になんかぼーっとここに立ってる人とか無理だもん。そう、ぼーっと立ってる、ね、ぼーっと立ってるでしょ
そうそうそう、だからあの台湾人の中でも特殊な台湾人の旦那さんと日本人の中でもちょっと特殊な日本人妻ががっちり結婚した、うん、そう思ってます。あ、でもあれだよね、そうそう今思った、めぐちゃんさ、そのすごい日本人なんだけどさ、台湾のさ義理の両親とかと仲いいよね。うん、で結構一人で台湾人のさ親戚。谢谢看我的影片，请帮我订阅、按赞、分享、留言、开启小铃铛。